Thank you.
違うか。ないですよ。まだ。まだです。まだ。ちょっとな。Gracias.
いや、これはね、分かってるよ。中身でやんだ。変わってないから、変わってないですよ。だから、うん、名義人は名古屋なんですよ。名古屋、うん、僕は名古屋じゃないか。自宅だから。持ち主、本当の持ち主だよ。本人は、ダミーやん。ダミーやん。もう全部分かってるんだよ。だから名古屋は、分かりませんよ。本当の持ち主は違うから。だって、お前何でなんて、さらちになってんだろうって、全然言うから。僕もね、あの、さっきの5本あってもしてないんだけど、僕
入れて2人いるわけよ。その人は弁護士もあって、で、税理士もあってるから、こういうふうに名前書くときは、こういうふうに出してくださいよっていうのを全部聞いてくれるから、ただね、あれ、いくらなんだろうかって、そしたらね、その近くの、その1950万で売買ってことがあるんだって。誰が僕が今ね、どれくらいで来たのかっていう、値段じゃないんだよ、値段じゃないの、あれは、会社員は、しばらくまで やってるからね、やるからね、だから、要は、相談チェンジしてね、そう、会社員にやらせるっていうところでないとダメなんですよ、そういう条件じゃないの。あのね、今やってるから、あのね、条件付きで、何かの人で、その現状あたりだから、パチンコやね、税局、そういうね、だから買う人が、今、現状、そこまでやるから、あと何ヶ月とか6ヶ月で、ね、こちらはちゃんと決めてたら、弁護士から、弁護士と税理士、でもね、ロイヤルの税理士とか弁護士が入れてくるわけがない。もう入れたらもう、どんなことがあったんだよ。俺はね、そう思う。それはだって、会社員の税理士だから、僕はもう弁護士のためにも全部聞いてるね。話をして、聞かして、俺はこういうことがね、どんなことがあったらしい。そんなのはいいんだよ。やるかもないよ。当たったね、ヤブカモリの関係が一発で綺麗になんなくていいんだけど、今はね、ヤブカモン絡んでないの、絡んでない。だから向こうは2年前にそこがあったらいいんだ。だから2年前になったんで、まあ、誰からおっしゃったら、ヤブカモリに話して、一時動いたことがあるんで、番号が分かって、だから全部、ね、誰がどういうふうに動いてたってことを知ってるから、とにかくあれはね、しばらく着くのをやめようとしてるんで、やめてるわけ。向こうは、だから、随分来るよ。そのまさとやったのよく知ってるんだから、どうなのって言ったら、まあ、あれはやめた方がいいよって。最終的に、ね、横槍が入る場合が出てくるから見た方がいい。だけどね、俺は一日だからそういういろんなことに絡んで、でこの弁護士はすごいなと思って、そういう人をね、専門にやった弁護士だから調べた。だと思う。お寺さんの辞書をやってんだけど、お寺さんも言って言わないんでね、とりあえずやめようって言ってやめたの、この間、やめたばっかり、うちにしたね、会員と合わせて、みんな捕まえたりして、あとはじゃあ、地主さんだけだって言うんだけど、結局、両方で弁護士として合わせに書けるんだけどね、とんでもないこと言って。今どういうふうにするかもう一度皆さん考えてくださいよっていうのを改めて弁護士を変えてね、どうしようかっていうところまで来てんだけど、もちろん今90歳超えてるから入院しちゃってるからね、退院だ、退院しようかしないか、死んでしまうかわからないから、ちょっと様子見るってことで、もうしばらく、家族されたり、ちょっと様子見ようってことになって、そういう問題が出てくるんだよ。だから今、6兆円今、172兆ってのが合うんだけど、これも、まだ日本の人が持ってるんだけど、その中に今、学生が一部あるんで、これがね、また相続で、あれ出ない、反抗取れない、そういうのもある。もうね、まともなやつがないんだ。
高に1500年に高いって言ってたか、ね、40になるかって言ったら死んだらもうならないんですか。40になるかもだな。だって上げたいぐらいだの顔の人がね、中にこういうのないのに今でも全員決めるのそれが入ったらダメですよって言ってたみんなが一回その育つようなこともあるから、あれば野菜もあるのはかなりと知らない、これ分からないから何も入ってないよ。だからもしね、そういう面で元でも全員そのままダメなんで、元でも入ったらまたこうなーなんてまたこう